写真拡大俳優の椎名桔平55と女優の山本美良44が離婚したことが26日分かった。2003年から16年続いた結婚生活にピリオドを打った。親しい知人によると、互いに仕事で多忙な時期が続いており、スレー胃が生じていた。知人は話し合いの末、お互い胃に納得した上で別れることにしたようです。と話している。この日、離婚届を提出した。椎名はコミカルから知り、明日まで幅広い役柄をこなす演技派。今年は日本テレビ連続ドラマ3年 A 組、今から皆さんは、人質です。現在放送中の同局同期の桜などに出演。今月上旬には、主演したネットフリックスオリジナル映画愛。泣き森で叫べでスペインのシッチェス、カタロニア国際映画祭に登壇した。山本はファッションデザイナーの山本寛斎氏、75の次女、独特の魅力を持つ個性派女優として活躍中。今年はテレビ朝日特捜9役、ジテレビ観察い朝顔などに出演。夫婦揃ってプライム帯の連続ドラマや映画で精力的に活動していた。二人は8年間の交際を経て03年に結婚。結婚式の衣装を寛斎氏がデザインしたことでも話題になった。10年には第一子男児が誕生。椎名はインタビューなどで子煩悩ぶりを明かしていた。椎名桔平、椎名桔平、1964年、昭39、7月、14日生まれ、三重県出身の55歳、86年に映画時計アデューエル一重陰陽腐ハイバーでデビュー。99年の映画金融腐食列島呪縛で日本アカデミー賞優秀助演男優賞などを受賞。16年、には映画ダークでハリウッドデビュー。1m80、血液型 B。山本美良、山本美良、1974年、昭49、11月4日生まれ。東京都出身の44歳。92年に映画鬼太郎の銃。ご少女漂流記で女優デビュー。主な出演映画に99年の39刑法第39条、07年のエクステなど、今年7月期の富士、テレビ観察や朝顔にも出演。1m68、血液型